手痛めっちゃ出発結構安定感あるでしょ。いや、ない。嘘だ、もういきなり回ってるもん。フォルクル押してきてるめちゃくちゃ事故りますよ、そんな見てたらこっちで左方向です。携帯のそんなないんですか。気持ちいいね。晴れていて気持ちいいね、今日のドライブは。てかあれですね、やっぱこうやって向けられるとやっぱ喋れなくなるね。喋ってよ、うん、喋ってよね。いや、なんか眠くて話が思いつかない。確かにそれはある。いつもパーって出てくるんだけど頭回んないよね。回ってない全然。それはちょっと分かる。ケントさんもでしょ、うん、なんかぼーっとしたい気分、うんなんか抜け殻感あるもん今ちょっと。いや忘れ物怖い。終わったなみたいな。マジで何が終わったのか分かんないけど。2レース終わったってこと、うん、GS 頑張ろ。GS マジでやってない最近。久しいよね。どうやって滑ればいいんだろうな。今日さっき GS の板触ったら GS の板ってこんなんだったっけって思った。あれ安心感あったけどね。意外と分厚いって思った時。君はジーマーだからでしょ。カレーもお店には言っちゃあるんじゃない。マジ家で食べ家で。え、マヨネーズ、マヨネーズは深井さんでしたっけ。いや、やってきます。ありますよ、チキンビのマヨネーズ。僕やってみたいですよ、マヨネーズ。はい、ライタールブに到着しました。おしゃれなお部屋です。 YouTube 編集中。そして塩入りくんのサプリメントコーナーです。部屋に着くなり真っ先にこれを並べてムフムフしてます。彼はそしてバスルーム。はい、寝室です。何やってるんですか。 YouTube。 いつものね。悲しくなってくる。この枕も使おう。運転疲れた。いや、僕はあんまり運転してないから。布団近いね。近い。まあ、これがヨーロッパスタイルなんで結構。でもケンタさん向こうで寝るって言ってたじゃないですか。この距離で寝ること多いです。ちなみに彼が言ってる向こうっていうのはこれのことです。ここ。じゃあ明日練習頑張ろうね。はい、頑張りましょう。おやすみ。はい、ライターあるのに来たわけだけどもさ。雪なくね。はい、雪ないっす、うん、川流れてる。ここはいつも川流れてるんだけどさ。そうなの、うん、非常に雪が少ないですね。少ないですよ、これは。さすがにフリーするバーもないとのことです。2週間ぶりに GS 乗ったんだけど大丈夫かな。ここね、ここが石が半端じゃなくてフリーできない。
普通に滑れそうだけどね。確かにあの人もかわしながら滑ってる感あるの。ギッタギタになるんじゃない、こう滑ったら。小原くん、一歩目。ケンタくん、3本目。ラストラン。Opa. Alex, du bist da noch ein bisschen dran. はい、皆様こんにちは、いつも武者修行スキーチャンネルをご覧になっていただきありがとうございます。前回の投稿から相当時間が空いてしまいました。本当にいつもチェックしていただいた皆様申し訳ございません、ありがとうございます。今日投稿したのが2月の8日9日かなので、2ヶ月ぐらい前の動画になってしまっているんですけども、今回は、久々に GS を履いてライトアルムでレースに出てきたよという動画になっております。いかがでしたでしょうか。Mac の方はですね、ちょっと言い訳をさせてもらうとですね、 Mac の方のパソコンがエアドロップが効かなくなって、コードつないでも動画を送れないという事態が発生しまして、で OS を載せ替えたら順調にしびしび動画を送るようになりましたので、ちょっとは更新がはかどるんじゃないかなと思っております。ちょっと急ピッチで、前回も同じこと言ってたような気もするんですけども、ちょっと急ピッチで編集を進めたいと思いますので頑張っていきたいと思います。はい、次は、ヨーロッパ前半最後のパストゥン編になりますので、次回もお楽しみに、ぜひご覧ください。チャンネル登録、いいね、グッドボタンよろしくお願いします。